最大のクレーター円付近から見たカーリコ、クレーター斜め上から見たカーリコ。周囲の円が一望できる隕石の衝突により、めくり上がったカーリコクレーターの円にあるクハイイワカーリクレーターは、エストニアのサーレマー島にある9個の隕石クレーター群である。最も大きいクレーターは直径110メートルでカーリコという名の小さな湖になっている。 20トンから80トンの重量の隕石群が10秒速 20km の速度で衝突したと考えられている。5から1 0トルの高さで隕石は破壊されたと見積もられている。最大の破片は2 2ルの深さのクレーターを生成し、計が12から4 0ルで深さが1メートルから4メートルの8個の小さなクレーターがメインクレーターの周り 1km の範囲に 作られている。隕石衝突は紀元前660年85年に起こったと見積もられている。衝突のエネルギーは約80テラジュールで広島型原爆に相当し半径6キロメートルの範囲の森林を燃やした。この出来事はこの地方の神話の中に記録され、カーリコが聖なる湖とされて儀式の行われた考古学的証拠が残っている。 鉄器時代の初期に湖を囲う高さ2.5メートル、長さ470メートルの壁が作られた。フィンランド神話にカーリに関する物語が残っている。彼ラの女ジジシロ郎ヒには、悪魔が人々から太陽と火を盗んだため暗黒が訪れ、空の神ウッコが新しい太陽を作ったというような記述がある。小惑星カリに命名された。ありがとうございます。